ヘラヘラとは、薄く扁平になった道具の総称である。スパチュラ、スパチュール、あるいはスパーテルとも呼ばれる。様々な用途、種類がある。ヘラは、扁平な板状の道具であるが、粘り気のあるものをかき混ぜたり、またはそれを何かに塗り付けたり、あるいは削り取ったり、場合によっては、柔らかい対象を葉のように押し切ったりする機能がある。このほか、ある程度の丈夫さがあるヘラは、 細い隙間に押し込んでこじり開けたり、またはてこにして押し上げたりといったことにも利用される。ヘラの素材には様々なものが使われ、木材や竹から金属や合成樹脂など多岐にわたり、用途によってはゴムからファインセラミックスまで硬さもまちまちである。ヘラ状の調理器具鉄板状の調理用と皿の上の食事用お好み焼き小手調理器具の範疇ではフライ返しや バターナイフケーキカッターないしお好み焼きのおこし菌からシャムジまでヘラ状の器具は埋挙に暇がない。ケーキのクリームを攪拌しスポンジケーキに塗るためのゴムベラや鍋の焦げ付きをこそぎ落とすための金属ヘラなど様々なものが見られる。もんじゃ焼きの場合では調理器具であると同時に焼き上がった料理を口に運ぶための食器としての小さなヘラも使われる。パンの作成において 材料を混ぜたり切ったり移動させたり表面を加工するために使用される柄のない四角いものもある。工具としてのヘラでは木製の柄がついた金属製のヘラがしばしば使われる。先端部は一直線になっており、塗装をする前に古い塗料や汚れを剥がしたり、床でこびりつき硬くなったガムを剥がしたり、または壁紙やリノリウムの床材を張り替えるために剥がしたり、するのに利用される。 スクレーパーを参照。また、陶芸の分野では、粘土の形を整えるために木や竹で作られたヘラが利用される。特に落焼きでは手とヘラの実で形を整える。粘土で彫像を作る際にも使用される。画材内紙文房具の範疇では、油彩で使われるパレットナイフがヘラそのものである。また、印刷の分野では、粘性の高いインクを扱う際にヘラが利用され。 インクの缶をこじ開け中身を印刷機に移す際に利用される。文房具の範疇では、ペーパーナイフがヘラ状の器具であるが、これは主に紙を切断することに利用される。日本の伝統的な裁縫道具のヘラ裁縫。動物の角や骨、象毛、竹、セルロイドなどで作られる。ヘラの甲を描いた部分は薄くなっている。布に立て、この部分を強く押し当てることで布にへこみをつけて、 印とする。薬さじには柄の反対側がヘラになっているものがあり、ヘラを意味するスパチュラ、またはスパーテルともしばしば呼ばれる。美容クリーム、ハンドクリームなどのクリーム系化粧品を容器からすくい、肌につけるのに利用される。ありがとうございます。